さあ、では始まりました。むちゃチャンネルです。今回はですね、はい、皆様、お待ちかねの収益公開になりますね。まだやんないんですか？まだやんないんですか？っていうね、リクエスト来てたので、やりたいと思いますね。さあ、一体どうなったのかっていうわけなんですが、今回はですね、9月末に振り込まれた8月の収益を公開することになりますので、はい。一体どうなったのかですね。はい。まあ推移としてはこんな感じですね。ホワイトボードがあるので分かりやすいかもしれませんが、まあ1月が383,400円で、2月、まあこの辺からね、受験に関してバンバンやっていったんで、はい、661,349円と、2月の収益がこんな感じになります。まあもちろん3月に振り込まれてるんですけど、で、3月がはい1,229,782円という形で、まあいろんなね、受験関係のものをたくさんやっていって。ドドドドドッと伸ばしていった感じになりますね。そしてまあ投資やめたあたりですね、これ新たな生活が始まって、ただ広告単価はかなり下がっていますので、80万まで落ち込むと。でさらに広告単価はコロナの影響で爆下がりしますので、ものすごく下がります。5月が498,651円という形です。で6月は通常はね、単価が高いとかって言われたりするんですけども、そんなこともなくね、このちょっとだけしか上がらなかったです。519,880円という形で、あまり変わらなかった形になります。で、7月になると、はい、622,868円という形で、まあ、頑張ってちょっとね、持ちこたえるっていう感じだったと思います。9月に振り込まれた8月の方になるんですが、まあ、8月はあまり強いコンテンツを出せなかったかなっていう印象なんですよね。なぜかっていうとですね、自分自身が忙しかったと。ものすごくやっぱ夏期講習があってですね、予備校講師ですから、思ったように動けなかった日が多かったですね。だからコンテンツを作れなかった、まあ、またねコロナもありますから、コラボっていうのはしづらい中だったんで、徐々にこの頃コラボは戻ってきてはいるんですけど、まあそう簡単にはできなかったっていう感じなんですね。とこの頃の人気動画は一番見られたのが半沢ですね。半沢直樹のキャストは高学歴だったっていうこの動画ですね。これが最も再生されています。75,970再生ですね。あ、やっぱすごい再生されてるものっていうのも少ないですね。今までやっぱ10万超えてるのとかが結構あったんですけど、1ヶ月でそれがない。でさらに平均再生時間もだいぶ短いです、この頃ですね。で当然再生時間が長ければ単価も高くなるんですけど、それがなかった。2分台がずらずら並んでますから、このベスト10にもね。で第2位が横国の個別試験廃止というですね、横浜国立大の個別試験廃止、共通テストだけでもう決まっちゃうぜみたいなやつですね。これが 68,260。 そして、次がそうですね、マジ説教東大受験たわしの勉強法を見直す。でこれは8月29日っていうですね、もう最後の方に出てたのに、それでも 66,481再生、ね、今はもう10万再生超えていると思いますね。まあ週末ちょっとたわしさんにね会いに行って、どれぐらい伸びたのかっていうのをね見てこようと思ってます。で第4位が6月の収益公開ですね。だこいつです。こやつを発表している動画が 59,723再生になっています。で第5位が ありがとうお疲れ様でしたですね、長嶋先生に向けたメッセージになりますね。これは大変でしたよね、本当にね、はい。で第6位が関先生の参考書ルートを作ろうってやつです。で関先生自体は動画には登場していないので、やっぱり再生時間もちょっと短いですよね。でこれが 42,516再生で、たわしさん3度目の東大受験たわしの英語力チェックというですね、リンゴチャンプの案件動画になりますね。 41,751再生で、森哲自身はやんないのかって言われたんで、撮ろうと思ってます、自分がやるやつも。続いて医学部ランキング、そうですね、細井先生のやつがまたランクイン、すごいですね。これどんだけランクインするんですかね。で41,000ですけども、これ46万ぐらいいってるんですかね今ね。次が平先生出てきましたね。うちの準レギュラーマーチの赤本は使い物にならんっていうのが、これが 37,879再生ですね。そして10番がもうむちゃくちゃな企画、元投信講師が自分の投資の講座を解説っていうね、 34,452 で、これが結構やっぱ再生時間ね4分9秒、細井先生の医学部ランキング4分46秒でだいぶ再生されてますね、長い。では気になる8月の結果を発表したいと思います。9月に振り込まれたやつはさあ一体いくらなのか発表しますと、一番下の桁が0、次の
桁が6、続いて3桁目が2、はい、そして次が2、そして次が8、はい、そして最後ですね、ここが一体何だったのかっていうわけなんですが、最後は5ということで、はい、582,260円ということになりました。下がりましたね。やっぱ8月は下がっちゃいましたね。いや残念。収益的にそうですね、サブチャンネルも下がってるね、メインチャンネルも下がっているという感じですね。まあ、だからだいたいサブが5万円ぐらいでメインが53万ぐらいっていう形になると思いますね。そう、やっぱりサブチャンネルね、広告複数使わないものが多いので、それ10分の1とかになるわけですね。いやーそんな感じでなかなか大変ですね。じゃあ9月はどうなんだと。9月は上がるでしょうね、さすがに。9月はヒット作が出てますね。このチャンネル見てくれてる人だと分かると思うんですが、そうです、高校入試特シリーズが始まりました。もともとねトイックで売ってたチャンネルなんで、トイックが復活するぞっていうのでその時期に合わせたんですね。トイックがずっと開催されてなかったんで、トイック系を全然扱うことができなかったんですが、ついにトイックができるっていうことで、トイックを勉強したいっていう人たちも見てくれるし、大学受験とかにも興味がある人たちが一緒に見てくれるようにと言って出したコンテンツですので、それがドンと当たったという感じかな。でさらに9月っていうのは広告単価も上がると言われているので、8月より上がったと言われています。じゃあ10月は一体どうなんだっていうんですが、これがねまだ10月ちょっとしか始まってないんですが、また下がったんじゃない、別の YouTuber さんが言うにはだいぶ10月下がったんじゃないかっていうふうに広告単価ね言ってる方もいます。ちょっとまだやっぱ蓋開けてみないと分かんないかな。自分自身ちょっとつくコマのやつでドンと再生数取ったんでガッと上がってるので、わかんない感じですね。まあ大変は大変ですけどね。思うのはこの数値を見てですね、その再生回数とか僕見れるので、あ月100万ぐらい再生されるんだなとか200万ぐらい再生するんだなとかっていうのが見れるんですけど、トップ YouTuber たちはさ、これを1日とかで成し遂げますからね。でまあ見たんですよ、トップ YouTuber たちのこのランクで1日にどれぐらい再生されてるっていうのを見たら、この額をしのぐわけですよ1日で。で、本当トップ10とかに入ってる人だと1日でこの2倍になってる日とか普通にありますね、3倍とかで。おそらく広告単価もすごい長い動画出してると、あのヒカルさんとかだったらすごい長い動画出してるから1日で3倍とか、ね、下手すると4倍っていうのも全然ありえるわけですよ。これのね1日で本当に200万とかっていうのは普通にあるんだなっていうのは分かりました。そう、自分がこうやればやるほど本当すごい YouTuber さんたちの数値がわーってなるね、そういうのを実感しております。でまたはメンバーシップ始めたので、まあ、9月はそのメンバーシップのお金も入ってはいると思うので上がるかなと思ってます。まあ、メンバーシップ、はい、まあ、サイン本とかプレゼントしてますんで、あのレベル4の方はありがとうございました。だいたい今何人ぐらいいるのかな、メンバーシップ今53人の方に入っていただいておりますのでありがとうございます。あのライブのねアーカイブとか、メンバーシップのところにだけ残っている動画とかもありますし、あとはメンバーシップだけの限定動画もねちょこちょこ出しておりますので、よくサブチャンネルもやるのにそれやるなって言われるんですけど、そうなんです、はい、そんな感じでですね、かなりいっぱい動画は出しておりますので、はい、見ていただければなと。来週はそうですね、メンバー の学習相談生配信初めてやりますので、こちらもまあどうなるのか全く分かんないですけど楽しみにしていてください。はい、まあ頑張っていきたいと思います。この中ねどうなるのか分かりませんが応援してください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 8月は悔しい結果だな、悔いが残るな。